火が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空、聞こえるか。今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと?悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリーンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。粉々にしやがって。 85% 90%。 フリーザ、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を撃って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。しつこいくたばり損ない。いいだろ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く魔たち全てを地球に送ってくれ。耐えてくれその願い。フリーザとこの俺を除いた者たち全てを。聞いておったのか悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、これは一生あんたを恨む。分かった。もう何も言わん。お前がそれほど望んだら。こいつはどうだ。オラをなめんなよ。どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。